いた道を一回探しますので、今ここでグッて引っかかるんで、これをすみません、自分の力で押してきてもらっていいですかね。で、これが足の裏にグッてくる感じがあったら、来てますかね。はい、そしたらそのまま少し、頭ちょっともうこっちこっちに傾く。逆。そうそうそう、あ、これですね。これぐらいの力で、ちょっと痛いかな。なんか軽くいいみたいな、最初はすごい力入れて、結構押してます。自分の力なんで。そうそう、それぐらいで多分大丈夫かな。一回これでお願いします。足グッてきてますよね。はい。はい。はい、そしたら、ちょっとすみません、一回自分触ってもらっていいかな。あ、上がった、上がりました。上がりましたね。はい。で、左もキャーッと見て、一回見てもらって、そっち映らないと。あ、上がってるんで。上がりました。はい、そう、僕はすごいすごい。そうそう、顔が見れるようになって、はい、最初よく分からなかった僕ね、今すごい軽くて、でもこんな軽くて、最初はさっき言ったみたいに結構強くやってたんで、これをグッと押し返して、そうそうそう、で足の裏にこう伝わってくれば、うん、しっかりこれで上がってくるっていうか、まあ、これインナーマッスルすごい使えてるんで、うん、まあ、グニャってなっちゃうだとアウターになっちゃうんで、それをグッて、まあ、アウターでも上がるのだけど、やっぱインナーを使ってあげた方が、アウターはなるべく使わずに、もうちょっと押してもらう、うん、そうそう、それぐらい、うん、でそうするとアウターは緩んでいいんで、表情が柔らかくまま上げれるっていうか、だからアウターで上げちゃうとこう強いグッっていう感じになるけど、これだったら今柔らかい感じで、でももう一回上がって、でもう一回見て、はい、今ちょうど揃ったみたいな。本当だ、はいはいはい、頬骨がちっちゃくなったり、そうそう、そんな感じで顔が、広いのが狭くなったりね、はい、